まあ、出せたな。アリケンのクリエイターサポートのコードが知りたい？しょうがねえな、教えてやるぜ。俺のクリエイターサポートは、RKEIAN。それが俺のクリエイターコードだぞ。ぜひぜひ登録して、いろんなアイテム買えよな。それじゃあ動画へ、レッツラッグー。多分相当弱くなってるから、全員まあ、ポンプだよね。使う人は。だから今、完全にポンプ、うまーさあ、メイクシフトで2パン。さあ、ハープンガンもゲットして、さあ、資材も獲得。おっと、これは爆発して下に落ちてしまうが、味方の爆発。さあ、ここはシェンシャンゴリ押して、もう一人倒して残り 1v3。 いいね。ここも開けて、さあ、ショットガン打っていきたい。さあ、開けたところ、マフィン打っていく。さあ、プライマルアサルトライフルのエイムがいい。さあ、ここはアリケンフィッシュを投げて敵の退路を塞いでいく。現在3キル61ポイント。しかしアリケンフィッシュで誰かがダウンした。これが強い。さあ、目の前にいるのは気づいてるか。ここはワンボックスやって、まずは1キル、目の前の敵も倒していく、ダブルキル。さあ、一気にキルを稼いで、ハイグラの敵にアリケンフィッシュ。さあ、当たっている、当たっている。さあ、ここは狙いすまして、クレザーさんにダメージ与えて、落ちてきたところを倒していきたい。さあ、一度下に降りて、やっとこれは床を張ってしまった、クレーン。さあ、スティングフィッシュ、アリケンフィッシュが自分に食らっちまった。真下に敵がいる。ここはやって HP 回復。現在72ポイント。さあ、マフィン木をもらって、さあ残り1人。さあ、目の前にいる人を、さあクレーンが倒しに行きます。ここはクレーン HP 削って、さあストームでやられて1位になりました。さあ来たよ、戻りアンチ、後ろ戻っていく。ワンボックス一緒になったが、ここはファイヤー倒していく。ただでも目の前の敵やっていければでかいが、さあここは逃がしてしまう。さあ、マウフィンチームもまだ生き残っている。2対3かな、これ。さあ、2対3から勝つことができるのか。マウフィン落ちて、さあクレントラギスだけになっちまっている新メンバー。うーまー、さあここハイグラを取っていった。さあ、ゴマの角切りも入れるので、降りてきたところ、さあワンボックス、やりやか横から出て、目の前エディットしたいが落とされる。降りてきたところ、まだ資材はあるぞ。 1v1。 さあ、ゴマのカッキルが入らない。降りてきた、うわ、これどっちが勝つ。うまー。さあ、コインを倒し、ラギスが7キル、また1位だ。さあ、どこまでいけるか。さあ、ここはアサルトラ、うまっ、はっ、え、な、え、あ、え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 、何が起こって。さあ、一気に、さあ、下から登ってくる敵を、さあ、無双してる。わあ、さあ、あまりにも強いワイルドホークの背面処理能力。さあ、敵のボックスに入りに、ここはまだいかない。一発52。いやー、ここは当てて出てくるところ、まずは1キル。カッキル取って、死ぬ。2パーティー、2対2です。開けて、ワンパン。さあ、そしてもう一人、もう一人もしっかり倒して、ワイルドホーク。このゲーム8キルビクロイ。さあ、シュンシャンの、さあスナイパーが亡くなった男。いや、相手 HP マックスだよ、相手 HP マックスだよ、相手 HP マックスだよ。そんな抜けるわけ。なー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 、言葉にできない。スナイパーなくなって弓矢でよかった、うますぎて、うますぎて言葉にできない。シュンシュンシャンシュンシャンシャン、うますぎ笑えない。シュンシュンシャンシュンシュンシャン、言葉にできない。こいつ強すぎんか。さあ、マウフィンたちの連続ビクロイを2回取った後の試合です。てか、こんぐらいの時にスティングボム使うのが一番強そうじゃない。逃げ場ないし。さあ、目の前、さあそいつを倒せれば、さあ美味しい思いできそうだが、こううまい。さあ、マウフィンそのまま勢いよく、さあ詰めていくが、さあキルを取って下回復していく。さあ、 HP は元に戻りました。しかし、ローグラが過ぎる。一旦外に出て、大きく横から回っていきます。マウフィン、できるだけ生き残りたい。ここでクレンが、後ろやられてしまう。さあ、マウフィン、ちょっとでも順位を上げておきたい。手を使いながら、
ここはもう下に降りる判断。えらい真下のやつ一人やって、ガッキリ間に合って、うわ順位上がった今ので、今ので3位になった。そしてネフライトさんたちがそのまま1位。え、ネフライトさんたち何ポイント？おー、すげえ。ちょっとラグいね。さあ目の前にクララさんがいるぞ。うわー、うわーい。さあショットガンとサブマシンガンを駆使して、さあ目の前に敵がいるが、さあここは誰か持ってかれた。トトチがやられて目の前の、さあサブマシンガンで一気に削ってアンチダメージでやっていく。さあここは資材を取る前に、さあアンチ移動を有して、さあキッドフィッシュを倒す。さあ目の前に出てくる敵を全部倒してしまうルリー。はっ、さあ一度横から抜けていきます。さあ目の前に出てきた人もこれもスカで、うわー倒せず。あ、え、何が、おいこいつ見てみろ、こいつのスキン舐めてるって。うわ俺マジでこんな大事な試合の時にザンギにやられるのムカつくわ多分。さあザンギ敵が見えていない。さあショットガン一発食らって、さあトマトくんが、さあここはさあ戦いに参加できていない。さあ隠しだけ入れて、さあ一発も当てていない、一発も当てていません。さあ人のアイテムをパクって、さあ残り一人、もう敵の場所が分かっていません。ザンギ全く意味の分からないところに行ってます。さあここでやっと敵の場所が分かる。さあワンボックス入って、さあゴリ押しだけ参加。さあノーダメージ、さあノーダメージで、さあザンギのチームダメージを一つも出さずに勝っていきました。うわキルパックしました。さあ移動します、移動します。ここで出てるか、あーここも立ち止まってる敵を指輪で倒していく。1キルゲット。さあ角キルのザンギです。絶対に角キルを入れる男ザンギ。さあ何の見栄えもなくビッグロイしていきました。めっちゃ下回るわ。さあ目の前開けて、こんにちは、1人倒して壁編集。あーさあ左編集の人を目の前、こんにちは、もう一度開けて、もう一度開けて、ファックスボックスを、ここは撃破できない。だけどクレーンがやっている。マフィン戻ります。さあそろそろキット巻きたいところだが、さあマフィンがやりに行く。さあ真横にいる敵を倒していく。さあプロ狩りのおにぎりを倒して HP 獲得。さあここは目の前に登っていって、ハイグラの敵をやりに行きたい。さあ残り 2v3。 さあエイムさんが残って、残り1人どっかにいるぞ。さあマフィンやられちまった。さあラギスとクレーンが、さあ回復勝負ラギスがやって、さあクレーンはダウンしてしまう。さあラギスがどこまでいけるか、え、どこにいるんだこれ。さあ残り1人が見当たらない。どこにいるんだ、小金さんが上の方であれだね、回復勝負してたね。だいぶ、さあ結構危ないとこにいるよマフィン。さあうまい、ファックスボックス油断しているところをマフィンがとがめていく。さあ目の前に、さあモングラールがいるぞ。さあ一気に撃って、さあ張り替えて、ここは一人持ってきて、うまい、二人で張り替えて。まあでもポンプが青ポンだからね。さあここはサーペントアイム、顔を出してるところリザートがスーパーエムで倒していくですね。さあしかし今回はリザートが、さあキンポン持ちます。ここはアンチガイの敵1キル。さあ32ポイント、目の前の NA8 捕まえて、ここはキルを取る。さあワイルドホーク気づいていない。さあこれも入り込んで、さあ目の前の敵、さあ詰めていくが、ここは落ち着く。さあその隙にワイルドホークが1キルしている。さあ横から出てきたレタスさん、これは気づいていない。リザートエイムがいい。さあ横から出てきた誰かにもショットが一発打って入り込んでキル。さあリザートが明らかにノリノリだ。何かをワイルドホークにあげたいがあるか、ワイコワイポとか言っちゃった。さあここもルリが戦ってるところ、全部当たる、つえー、どっから敵を倒すことだけしか考えていない。エイブさんに一発、もう一発、一人落として人数有利、出来上がった。さあもう全部当たる。目の前出てきた人にも倒して、半分間で入って、ここは後ろ、わあもうすごい、勝っていく。終盤怒涛の6キル7キル。よいよ、このままハイグラ取っていこうね。よい感じだよ。さあここで80ポイント、うまいよりやり、うまい、早い、うまい。エディットシュンシュンからのショットガンパン、エディットシュンシュン、ショットガンパン、アサルトドゥンドゥン。いいよ、カッキリ入れて、
ジャグバズっていいよいいよ。が俺の高速編集、そのすごい編集見せてあげて。あ、ヘッドショットワンパメン。意味はないけれどもシャキシャキしたから、敵を倒してビクトリロイヤル。リアリーかっこいい。ここは一度後ろに行きます。サーチード優勢です。さあ目の前出てきたクレーンをやる。さあエイムが良すぎる。さあ横にラギスがいるぞ。やられて目の前な糸パーがいます。さあ横うまっ、横から出てきた糸パーにしっかりとエイム合わせて、さあ資材ゲット。さあ10枚増えた。さあ横を壊したい。横からうまい、閉じ込めてうまい。さあ閉じ込めてしまったので、これはアンチダメージで死ぬ。さあここはキルが入りました。横から出てきた目の前。さあケンジ君ボックスバトル、ヘッドショットからの、さあ止まってしまった、倒していく。いやここはシュートやられてしまうが、残り1人。いやコヨタがやられて2位か、惜しい。それじゃあ皆さん、じゃあ今日の FNCS ここら辺で終わりにしたいと思います。よかったらチャンネル登録と高評価いろいろやってください。よろしくお願いします。それじゃあまたな、バイバイ、頑張れ。